こんにちは。ゆっくりゆうかよ。あたいは、ゆっくり小町だ。今日はかっけとその予防法を発明した、高木兼弘について説明していくわ。よろしくお願いしまーす。さて、小町。あなたかっけって知ってる？なんだっけ？聞いたことあるような？かっけはビタミン欠乏症の一種で、ビタミン B1 が欠乏することで身体に様々な症状を呈するわ。症状としては末梢神経障害と浮腫、また心不全を三大症状三兆としているわ。末梢神経障害によって起こる足のしびれから、かっけという名前がついたの。へぇー。アルコール依存症や栄養の偏りなどがリスクになるわ。特に白米食が原因になることが多く、江戸時代には、田舎ではあまり食べられていなかった白米が江戸でよく食べられていたことから、江戸特有の病気、江戸はずらいとも呼ばれていたわ。白い米が原因なのかい？そう。大正時代には結核と並んで二大疾病だったわ。ちなみに脚気を診断する際には室外犬反射がよく用いられるわ。ああ、あの膝小僧をハンマーで叩くやつかい。そう、正常だとハンマーで叩かれた場合、反射で足が動くようになってるんだけど、カッケの場合は、反射が起こらないので、足が動かないのよ。1960年頃までは健康診断の必須項目だったわ。へえ、今はやってないのかい？現代でもアルコール依存症の患者がカッケによる神経障害や、心不全で救急搬送されることがあるわ。ところでカッケってどうやって病気がわかったの？これからそれを説明していくわ。説明お願いしまーす。時代は明治。日本にも近代的な軍隊が組織されたわ。兵隊を集めるために毛体文句として、軍隊に入ると1日白米6合が食べられると、喧伝されたわ。6合？お茶碗にするとどのくらいなんだい？ 1 合が炊いたらだいたい 350g だから、だいたい 2.1kg ね。ええー？お茶碗にすると15杯くらいになるわね。15杯？ 3 食食べても毎回5杯弱は食べることになるわ。ひえー。今みたいに好きなだけ食べられる時代じゃなかったから、それだけ安定的に食べられるというのは当時の人たちにとって、すごい魅力に感じたんだと思うわ。ただこの時代はおかずが少なく白米ばっかり食べている状態だったらしいわ。へえ。現代だとおかずからビタミン B1 を摂取してるから、白米を食べてもかっけにはなりにくいのよ。おかずが少ない食文化だったため、当時の軍隊ではかっけによる病人が続出したわ。陸軍では2割から3割が、海軍では約1500人中6000人がかかったそうよ。計算おかしくない？延べ人数で同じ人が4回かかった計算になるからよ。海軍は船の上にいて食料の調達が難しい分こういうことになったらしいわ。さすがにこれはまずいと思った明治政府は、明治11年に国立脚気病院を開設したわ。政府も本腰を上げて対策に乗り出したってことね。そういうこと。ここに日本中の医学者が集められたわ。この当時世界の医学の最先端であったドイツでは、結核やコレラといった病原菌が相次いで発見されたわ。当時の人々を苦しめていた結核やコレラが細菌による疾患だとわかり、それならかっけの原因も細菌による伝染病であると考えられたわ。いわゆるかっけ伝染説ね。当時の東京帝国大学医学部もこの説を支持したわ。へえ。そんな中海軍の軍艦遊情が、訓練として9ヶ月の長い航海に出るわ。その乗組員376人のうち169人がかっけに罹患し、うち25人が亡くなったわ。ただの訓練で？そうよ。ただの訓練航海でね。戦争どころじゃないじゃない？そう。この危機に登場するのが今回取り上げる高木兼弘よ。お、待ってました。高木は海軍の軍医であったわ。イギリスに留学しそこで医学を学んだわ。高木は友情の件などからかっけについて原因を模索していたわ。患者が下士官以下の兵員や囚人に多く、士官に少ないことに気づいたわ。また官によっても罹患率の違いがある、ということを統計から導き出した。さらに調べた結果、患者数の差は食物の違いによる。具体的にはタンパク質と炭水化物の割合の違いによることを発見したのよ。そして食事に原因があるのではないかという仮説を立てたわ。これは彼が留学していたイギリスの根拠に基づく医療に依拠していたと言われているわ。そして高木は友情と同じ訓練航路であった戦艦つくばにおいて、大規模な実験を行ったのよ。彼が行った実験としては、白米を麦ご飯に変える。おかずとして肉や、野菜を増やす。という食事の変更を行ったわ。これは友情が航海の帰路で立ち寄ったハワイで、
そこで野菜や肉を調達して館内食として提供したところ、館内の患者はなんと全員回復。高木はそこからヒントを得たわ。そして筑波において食事を変更するという実験の結果、なんと筑波では脚気患者がたった16人。それに死者はゼロだったのよ。すっごい。この公開実験は日本の疫学研究の走りであり、そのため高木は日本の疫学の父とも呼ばれているわ。また、高木の軍艦筑波による公開実験で、大好評を博したのが、留学先のロンドンで覚えた味。イギリス海軍で提供されていたカレー風味のシチューに、小麦粉でとろみをつけて、麦と米を半分ずつ混ぜ、麦飯にかけたライスカレーだったわ。カレー。あたいもカレー大好きだよ。これが日本で食べられているカレーの元となったと言われているわ。海軍ではこうした高木の研究結果から食事改革の機運が高まり、脚気患者が激減したわ。ブイヤネン海軍、脚気撲滅待ったなし。しかし、陸軍ではそうはならなかったわ。どうしてだい？当時陸軍の軍医は、東大医学部がバックにあったわ。東大医学部はさっきも説明したけど、当時世界最先端だったドイツの医学を取り入れていたわ。ドイツは脚気が、細菌が原因である脚気感染説を取り入れていたため、当然東大と陸軍も、脚気感染説を信じていたわ。なので高木や海軍の食事原因説を、真っ向から否定したわ。明治の文豪であり帝国陸軍の軍医でもあった森鴎外は、ドイツ留学時代から脚気は伝染病である説を支持したわ。森鴎外って医師だったのかい？そうよ。島根にあった津和の藩の藩医の家系ね。そうなんだ。鴎外は東大医学部を卒業し、ドイツで留学していた経歴を持つわ。鴎外は高木の麦飯食を、以下のようにこきおろしているわ。麦飯などの雑穀食は下賤者の食事であり、兵食にはふさわしくない。ひどい。また、高木自身もなぜ白米が悪く、麦飯が良いのかを科学的には説明することはできなかったわ。あらら。海軍の栄養説と陸軍の伝染病説とは、長年にわたって論争を繰り広げることになるわ。その結果として、日清戦争での陸軍の脚気患者は約4万名、死亡者は約4000名、日露戦争では実に25万名の患者が発生し、2万7800名もの兵が亡くなったわ。一方海軍では、日清日露の合計で患者100数名、死者は数人と決定的な差が生じた。すごいさね。結局、麦飯を推奨していた高木が再評価されるのは日露戦争後であり、また脚気と食事の関係に着目した取り組みの延長線上にはビタミンの発見があったわ。結局陸軍が白米を止め麦3割の麦飯を採用したのは海軍から遅れること30年後の1913年大正2年だったわ。随分時間差あるけど結局陸軍も追従したんだね。そうね。この後も脚気に対して研究が進んでいくわ。陸軍軍医続き陣之助はオランダ人医師エイクマンがインドネシアで発見した米ぬかの成分が脚気を予防するという研究結果において、日本で脚気患者相手にその再現実験を行った。その結果、服用者の 58.6% が治癒ないし、軽快したわ。そしてぬかの有効成分、アンチベリベリン原液を抽出したわ。続きはアンチベリベリンの研究に励み、ついにその製剤を治療薬として販売したわ。続きはアンチベリベリン粉末、ガン、注射液などを販売。有効な脚気薬がなかった当時、ビタミン B1 抽出剤であるアンチベリベリンの評判は高く、口述する純粋ビタミン B1 剤が登場する昭和の初期までよく売れ、広く愛用されることになるわ。続きによって脚気の原因は、未知の不可欠栄養素の欠乏によるものであると認定し、そのために主食、白米だけが問題ではなく、副食の質と量が脚気の発生に大きく関係する。これは今日の医学にも、そのまま通用する内容であり、特に副食への着眼は、高木の主張を科学的に証明するものになったわ。高木の考えは正しかったってわけかい。その後、ポーランド人研究家フンクのビタミンの発見や、鈴木梅太郎によるオリガニンの発見などを経て、太平洋戦争後の1954年3月、ビタミン B1 誘導体である、アリチアミンの内服薬アリナミン錠が、翌年3月には注射薬のアリナミン中が発売された。アリナミン。アリナミンってよくテレビ CM とかで流れてるやつかい？そうよ、テレビ CM でおなじみのやつね。アリナミンとその類似品の浸透により、脚気が日本から大幅に退治されることとなったわ。
日本国民の脚気死亡者は、1950年昭和25年3968人、1955年昭和30年1126人、1960年昭和35年350人、1965年昭和40年92人、と大幅に減少したわ。ここまで減るのはすごいわね。脚気自体は感染症でないため今でも患者がいるにはいるけど、昔みたいな原因不明な奇病ってわけじゃなくなったわ。脚気の治療に心血を注いだ高木が残した有名な言葉に、病気を見ずして病人を見よがあるわ。医師の前にあるのは、単なる細胞や臓器の塊ではなく、病に悩む人間そのもの、ということよ。病者の側に立つ全人的医療こそが、時代を超えて医師がなすべき使命、と高木は考えたわ。高木は軍人を退職した後、現在の東京慈恵会医科大学の前身である、東京慈恵院を開設し、現在でも、厳密な医学に裏打ちされた医術と、温かい心を持った医師を育てること、を建学の精神としているわ。なんかすごい人ね。あたいも見習わなくちゃ。というわけで今回は脚気と、その予防法を発明した高木兼弘について、やっていきました。こういった医学や薬学についての動画を上げていくので、面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。